トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。7月16日火曜日の朝です。今日の空模様です。今日の天気は小雨降る朝、風は弱い北風が吹いてます。雨が降ってますし涼しいので、今日はハトの社外をやめることにしました。昨日もちょっと飛びすぎっていう感じがしたもんで、今日はちょうど小雨降る朝なのでお休みにすることにしました。ハトさん、おはようございます。今日の棚の上一羽もいません。他のハトの状況ですね。なんかのんびりしてますね。まだ外暗いし、雨が降ってますので、ハトのとしては行動あまり活発化してません。カラスが今日も厩舎のそばに寄ってきてカーカー鳴いてます。うるさいなと思ったら、私の厩舎から一番近い電柱のところに泊まってました。ただいまの時間7時になりました。7時になりましたらこの時間になって雨が止みました。もうちょっと待ってから車外すれば車外できたのかななんて思ってますけど、昨日も雨の中の車外をしましたし、それほど鳩は濡れてなかったんですけど、弱い雨の中、もやの中、だいぶ長時間飛んでましたので、今日はちょっと連続で鳩の体を濡らすのは良くないかなと思って、やめちゃいました。気温も結構涼しかったっていうこともありますけどね。今この7時の段階で思うと、社外するかどうかの判断を伸ばせば社外できたんじゃないかななんて、ちょっと今後悔しているところです。今日社外を取りやめてよかったなと思うのは3番子ですね。緑色の色輪を入れた9羽、今日も出ないような形の社外をしなきゃいけないなと思ってたんですけど、今日社外しなかったということで、明日からはこの3番子もう厩舎の中で十分馴染んでくれましたので、出社口の方はフルオープンで全厩外に出るという形になってくれればいいなと思います。まだ3番子強制的には追い出しはしませんけども、出社口をフルオープンにして10分間ぐらい開けたままにして、自然に外に出ていくのを促したいなと思います。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきよろしくお願いします。失礼します。